You're writing too much on Facebook. I can't follow everything. But the board passed, right? Yep. Yeah. Well, I haven't. Why do I need the bank stuff? Yes, I know. Which one? Which one? It's a little diagonal. I'm not close. ケタウチのケタという意味ですが、一瞬木刀が静止した状態が建物の井桁に出るケタに、このですね、この一瞬のこの状況が、まあ、ケタに似ていますので、そういった意味でケタウチと呼んでいます。ケタウチ、はじめ。ここではまず呼吸、正しい手の内、正しい刀の軌道、こういったことを学びます。BS プレミアム、5月17日8時からですが、辰巳流が紹介されることになってます。タイトルは偉人たちの健康診断、福沢諭吉です。ここでこの桁打ちを宗家の桁打ちが撮影されたんですが、多分上映されると思います。あれだけ一生懸命やったんですね。上映されなかったらクレームをつけます。続いて回し打ち、旋回して打ちますので回し打ちと言います。刀を大きく旋回して打っております。辰巳流ではこの旋回して打つことをフォア打ちと申します。やめ。ケタ打ち、回し打ちです。辰巳流のまず土台は居合と剣術です。これから演武しますのはその居合、表の肩、表の肩の特色ですが、同じ一つの肩が序の肩、歯の肩、中の肩と分かれております。今日はその一つ一つの序歯、序歯、中の肩を分かりやすく演武いたします。まず序の肩、向こう
まず基本通り正確に正しく大きく型を使います。続いて同じく向こう刃の型、実線の型です。これは敵を想定して抜いております。後ほど剣術でこの型の利合いをまた説明できると思います。続いて旧崩しの型、2本目、丸い。実線の型、丸い。球の型、丸い。この1本目2本目の向こう丸いが辰巳流の基礎基本であります。あとこれが前後左右に変化します。1本目の後ろですね、後の向こう背後の敵に応じております。続いて前後の敵に応じます。なお、ノートにご注目ください。この序の型および次の刃の型はご覧のようにノートの時に唾を掴んでノートをしております。これもある意味辰巳流のノートの特色と言えるかもしれません。急の場合は濃度が変わります。続いて前後左右に敵を想定した型であります。
基本の前後左右の体裁きと次の体裁きの違いについてご注目ください。立ち合い表の方、序破休でございました。続いて剣術表の方、序でございます。これから行う方は基本の序の方です。手に持っておる獲物でございますが、先ほどの木刀と違ってこれは袋地内と申します。竹を皮で包んだものですが、これですと直接体に当たっても、まあ、痛いんですけれども、その骨折というような怪我はしません。この序の方ですが、皆さんに向かって右側が受け方、型の上では師匠になります。左側が仕方、師匠に教わるというそういう出会いになっております。ですから師匠の厳しい打ちを、仕方はそれを防いで、そして決める、それを何回も何回も稽古するわけです、はい、先ほどの居合の序の方、これが剣術の序の方。師匠の鋭い打ち込みを上で、向こうの方でしっかりと受け止めて、そして師匠の肩を手さに打ち込む。ありがとうね。これを何回も何回も稽古しまして、体に覚えさせるわけです。続いて丸い師匠に向かって思い切って大きく抜きつけて切りつけます。師匠は正しい間合いで打ち込んでいるのか、刃筋は通っているのか、姿勢はきちんとしているのか、この方を繰り返しながら直していくわけです。
章の打ち込みを受け止めているだけに見えますか。これ実に非常に 大切なことで、この受け止めた状態からすり上げたり張り落としたり巻き落としたりする変化の、そのための基本の基本なんですね、これが。で、この次に張りか巻き落としの技が入ると思います。違いまして、これはその次の段階の技でございました。大社という技で、やはりこう受け流して、そして体をかわして受ける、やはり基本の技でございます。剣術表の方、どうでございますか。続いて反棒、辰巳流では総合武術ですので、さまざまな武器が使われます。特色としては槍に限っては槍勝ち身という方がありますけれども、その他の一種の武器が刀以外の武器は全て太刀が勝つという方になっております。刀は常に武士が身の回りの最も近い場所に携えるものであり、その刀を大切に使うということが辰巳流の基本であると言えます。一種のこの反棒ですが、長さは約4尺に、人によってその長さは異なりますけれども、杖術というたるゆかの名称もあります。こういう反棒に対して立場どのように処するかご覧ください。ご覧のように反棒は全身が刃であり、あるいは槍であり、
あるいは、薙刀的な使い方もするわけです。まあ、そういったことが非常に太刀としては扱いにくい。それをどう扱うかというのがこの型を修練する一つの目標であります。